神笠、ノン先生の抜き打ちテストです。あ、色には意味があるんですね。ピンクは桜、お花見の団子ってことでピンク色は桜ですよね。白は純粋無垢、もう何にも染まってないってことですね。緑は邪気を払う色ということです。あ、意味があるんですね。やっぱりじゃあ、3色のお団子っていうのは春のお花見団子っていうのがってことですね。でもこの秋になるとお月見団子に生まれ変わって黄色になるということです。ほう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 。これテスト出ますよ。テスト出る。3色団子。春は上から色をお答えください。秋も色を上からお答えくださいっていうので、一番上が肝心ですっていうの。出そうですね。間違えないでねってね。最後テストの前とかも一生懸命確認してね。いやー、ありそう。どこのテストに出てくるのか。わかりません。さすがになかった気がします。小学生の時もテスト。ねえ、でもこういうのが引っ掛け問題で出てきて、ああ、やった気がするのにどうしても覚えられないって、思い出せないってね、なって、すごい、もう気が動転しまくるんですよね。やだやだ。ね、ぜひこれ覚えてみてください。そっか。ここでテスト？やだ。これ仲のいいの方の中秋の名月は何を意味をしてたでしょうか？お答えください。どうでしょう？わかるかな？まだでも1時間ちょっとしか 経ってない。でもそう。いや、私もね、今振り返るとちょっと厳しかったかなとか ね、思ったりもしなくもないですね。ああ、もう知らんというかね、抜き打ちが一番ビクッて、ね、するんですよね。やっぱって。ね、しかも自分も生徒だった時代があるじゃないですか。わかってる。覚えようと思ってたのに忘れちゃって、で、そういう時に限ってこっぴどく怒られて、ふてくされるっていうね。調べてる、調べてる。カンニングしてる方もいる。たまにね、ちらっと見ちゃったりしてね。若干ヒントになるかなーっていうのがこちら。なるかな？ならないな、これ。中秋の名月、今年は9月29日。なんか突然お腹痛くなってトイレ行ったりしてね。これは、この大中小ですけれども、仲のいいの中の方は何だったかっていう話ですよ。そもそも中秋の名月は何か知ってますかということで。先生知って。もちろん もちろんわかるわよ。これ中秋の名月の方をじゃあ先に言うと、旧暦の8月15日を示してるんですよね。ただ、この文字が変わるとどうなるか。人偏がつくと旧暦8月15日ではなく、旧暦の、ここまでヒント出てるよ。ここまでヒント出たら、頑張って絞り出して。ねえ。カサーってして、はい。 あ、新暦だ。惜しい。惜しいよ。惜しい惜しい。 旧暦のっていう話です。8、9は8月、はい、正解です。8月全体を指してるよっていうことです。道のりの長かった。長かったよ。